今日は初めてのメントスコーラをやるためにコンビニレッツラゴー。早速コーラとメントスを手に取ったんだけど、これだけじゃ店員さんに、こいつ絶対メントスコーラやりよるやんって思われるのがなんだか恥ずかしくなって、他の飲み物も買ってカモフラージュチャレンジタイム。コントロール悪すぎて2時間経ったから多分気が抜けて、比較的ただの甘い飲み物になってしまいました。もう1本買ってきて、今度は直接イン、二度とやりません。今日は免許の更新に行こうと思うのですが、前回の更新で写真がゴリラみたいに写ってしまった苦い思い出があるため、今回は事前に写真を撮ろうと思って証明写真でレッツラゴー。高いです。試験場で撮れば無料なのに、ちょっと決め顔で撮りたいからといって800円の出費は痛いです。男なら一発勝負で決め顔を取れて初めて一人前というわけで、取らずに会場へレッツラゴー。多分うまく取れたと思います。あとは講義を受けて出来上がりを待つだけです。できました。ドキドキです。さあいよいよです。オープンザ決め顔。ゴリラでした。最近体重が気になりだしたので、今日からダイエットを始めようと思い、コンビニでチキンバーを購入してみました。このチキンバーは、タンパク質 20g、糖質0、カロリーはわずか 100kcal と優れもの。食べ応えあり、味もとても美味しくて、ダイエットの強い味方だと思いました。食事も大切ですが、やはり適度な運動も大切ということで、トレーニングジムへレッツはゴー。食事と運動、このバランスさえしっかりしていれば、来月には5キロは痩せていると思います。こっちのチキンの誘惑に負けました。今日は乾電池買いに電気屋さんにレッツラゴー。電気屋さん入ったらとりあえずなんか知らんけど意味もなくスマホコーナー寄っちゃいますよね。 iPhone かっこいいなーって思ってたけど、タピオカメラになってからデザイン的に僕は嫌いです。デザインで言うとやっぱ洗練されてるのはエクスペリア。このドコモのクソダサいロゴってなんで全面的に入れちゃうんですかね。どうしても入れたいならシムスロットの内側かどっかに隠して印字してほしいです。デザイン台無しです。 iPhone がドコモの要求突っ張れてなかったら絶対販売台数落ちてると思います。とかなんとか言ってる間にサクッと乾電池購入。ついでにずっと欲しかったストリーミングウォークマンも見ておきます。あ、YouTube つながるやん。自分の動画再生回数1回稼いときました。最近 SNS で赤ちゃんが頭皮マッサージで幸せそうな顔をしている動画を見て、自分も試したくなり、あのタコ足頭皮マッサージ器具を買いにドンキへレッツラゴー。ドンキに売ってるかどうかわからなかったけど、ドンキイコール何でも売ってるってことできっとあるでしょう。何でも売ってます。結局ありました。ってことで早速試してみます。